今回は工業モッドの魅力についてお話ししていきたいと思います。前回はおすすめ工業モッドを紹介しましたが、今回はそれをより深く掘り下げていこうと思います。まず最初にビルドクラフト。このモッドを追加するとパイプというアイテムの輸送できるようにする装置が追加されます。アイテムを輸送するだけなら何もモッドを入れなくても、ホッパーを使えばいいじゃないかというクラフターもいるかと思いますので、どこに違いがあるかをご紹介します。まずはじめにホッパーは、上面からアイテムを取り出し、下か横方向にしかアイテムを輸送することができませんが、パイプを使えばどの方向にもアイテムを輸送することができます。またパイプは、中を通るアイテムを視認することもできるので、より一層工業感が増すため、このモッドの魅力を引き立てる一つだとの要素だと思います。次にインダストリアルクラフト2ですね。このモッドを追加すると電力という概念が生まれ、追加された装置はその電力で動作するようになります。さまざまな発電方法があり、自分に合った発電方法を選べます。またこのモッドではダイヤモンドを作ることができます。作るには大量の石炭が必要になりますが、この装置は革命的だと思います。普段余ることが多かった石炭に使い道が増えたのですから、今後は石炭を掘るのも、楽しみになるかもしれませんね。次にエンダー IO。 このモッドは一風変わった装置を追加してくれます。例を挙げると、ゾンビの肉で発電する発電機や、多種類の銅管を一つに束ねることができる銅管、さらには電動のスポナーまで追加します。その他にもいろいろな装置を追加してくれますが、もう一つ例を挙げるなら、旅人の杖というアイテムがあります。短距離のワープをすることができます。さらにこの杖、なんと壁をすり抜けることができるのです。最後にアプライドエネルギティクス。このモッドはアイテムをデータ化して管理することができます。一ブロックに大量のアイテムを収納することが可能で、さらにアイテムの検索やクラフトの依頼、装置へのアイテムの搬入を、半自動あるいは自動、完全に自動化することができます。その分手間やコスト、装置のセッティングが他のモッドと比べて難解なので、生半可な覚悟では極めることはできないでしょう。ですがそういう点が、工業モッドの魅力の一つなのではないでしょうか。まだ紹介したいのですが、今回はこの辺で終わりたいと思います。少しでも工業モッドの良さが伝われば幸いです。ではまた次回お会いしましょう。